ホームのジュビロ磐田、ゴールキーパーは三浦龍輝、ディフェンスラインは右から鈴木優斗、そして、U22 のヨーロッパ遠征メンバーに入った鈴木海斗、リカルド・グラッサ、松原光、ボランチは今日は9試合ぶりの先発になりました藤原と上原、そして、中盤高い位置右には松本、トップ下金子、左にドゥドゥ、ワントップの位置にはジャーメン亮が入りました。そして今日は後藤がバースデーゴールを狙うということで ベンチに入っています。一方秋田のスタメンフォーメーションです。こちらはゴールキーパーが囲い、ディフェンスラインは右から高田、阿部、川野、斉藤、ボランチが元岩田の田中と藤山、そして右に中盤畑、左に水谷、ツートップが青木と梶谷です。キーパーに戻しました。ゴールキーパーは囲い190センチあります。上空、あ、右サイドボックスに入ってきた。さあ持ち込んでゴール前のシュート、最後は水谷か、大外から入り込んできました。いや完全にこう崩せましたよね。金子がキーパーの横、そしてリカルド・グラッサはやや離れた位置、ニアサイドに入れてきた、ヘディングを狙った、最後は鈴木海斗ヘディングシュート、ニアサイドに入れてきました。左サイド水谷、松本かわして中に入れる、ヘッドでクリアをする、拾った斉藤、もともとフォワードの選手、中に入れてきた、カットしました、ミドルレンズキシュート、川野のシュートでした。まあ、クロスのこぼれに反応したところ、まあ、しっかりミートを転げた、ね、振りでしたよね、はい、鈴木海斗右ワイドな位置の鈴木優斗、さあ追いつくか、クロスを入れてきた、ニアサイド、ジャーメイン飛び込んでいきましたが、ゴールライン、これはゴールキックに変わります。得点を狙えるポジション、そういうところの、ところ開幕から、ね、ここまで全試合出場してるんですよね、はい、さあゴール前ジャーメンが飛び込んでいきましたが、これはキーパーの囲い、落ち着いて処理しました。秋田早めにチェックしてボールを奪った、中央 藤山から縦に入れて右サイド、さらに畑、ゴール前入れてきた、キーパー弾いた、あ、枠の中に飛んできましたね。さあ左サイド、まあ、ただ秋田はそうなるとスライドをすぐしていきますからね、はい、そうですね、はい、さあ後藤が、ここはフレッシュな後藤が懸命に来ましたが、ドゥドゥ、さらには松原、後藤が中央上がっていく、松原ドリブルでかわしていく、1枚2枚剥がして、さらには鈴木優斗、そして松本、うん、フィニッシュはできません。藤原、藤原、見事に今シーズン初ゴールを決めました。まあ、ここの左サイドですよね、松原がしっかりとこう自分で個人の技術でこうディフェンス引きつけましたよね、ここでフリーな選手が生まれた。鈴木優斗の、ね、こう判断も良かったですよね、はい、まあ、その松本仕掛けた中でこぼれ球しっかりとコース狙ったいいシュートだったのではないかなと思いますね、まあ、素晴らしいですよね、しっかりと外巻きのボールでコースを狙って置きに行くようなシュート、素晴らしかったと思いますね。縦に入れてきたジャーメンが低い位置、うん、さあ左サイド松原を使います、中央には後藤、ディフェンダーから少し逃げる動きを見せていた、さあドゥドゥか、上原決めた、2対0、上原今シーズン3点目を挙げました、技ありのゴール2対0、落ち着いて枠に丁寧にフィニッシュを決めました上原。まあ、非常にこう自分たちのリズムでボールを動かしながら左のここのところですよね、ポケットというところですよね、から松原のクロス、その中でこぼれたところしっかりと上原が狙い通りですよね、非常に素晴らしいコースのに蹴りを開けましたよね、落ち着いてね、はい、まあ、素晴らしいゴールだったんじゃないですかね、そ
してコーナーキック、沖野がボールをセットしています。秋田ニアサイドで走り込んでくる、中央、囲いのシュート、左足、もう一度コーナーキックです。左からのコーナーキック、さあラストプレーになるのか。ニアサイド入れてきた、流してゴール前、三上のシュート、まだあるか、リカルド・グラッサ左足、大きくプレーをしました。さあ秋田の選手ボックス内にいますんでね、入れてきました、ファーサイド、ここでタイムアップ、2対0、ジュビロ磐田3試合ぶりの勝利、磐田が秋田を破って3試合ぶりに勝ち点3を獲得しました。そして3試合ぶりのクリーンシート、一方秋田はこれで4試合勝利なしに終わりました。最後はゴール前に詰めた囲い、1点が遠かった秋田、